ポイントがあります。私背がちっちゃいんですよ。ちっちゃいね。モデルやってるんですけど、うん、154しかなくて、なのでそうなんですよ、長ズボンをこう、うん、折るんですよ、ロールアップして、それで黄色を合わせることによってちょっと背が高く見えるんですよね。モデルの口から長ズボンって初めて聞いたパンツみたいな言うんちゃうの。そうですね、今日はこういう大好きなオーバーオールが大好き。喋れてへんやん、全然喋れてへん。新場所何やねん、オール5が。なあ、緊張してます。いや、可愛らしいんですよ。可愛い、ねえ、はい、はい、ありがとうございます、そうなんです。入れ物はいいんですけど中身が悪いんですよね。中身悪いんですよね。さあ、藤井さん、結構淡い色が好きなんで、全身こう淡い色でまとめたのと、あとは今年すごい流行っていて、個人的にもたくさん買ってるチョーカーをつけたところ、これ今年すごい流行ってるんですよ。それがポイントです。こういうの、その似合う、その首の細さもいるもんね。え、これ誰でも似合います。いや、そんなことないよ。似合います。うちのおかんつけたらもうブルドッグみたいな。バネッサ、あ、こんにちは。ファッションのポイント、あ、なんかクリスマスツリー。あ、全体はもうクリスマスツリーをイメージしてんの。なんかプレゼントと、あ、ほんまや、なんか本当だ、そう、プレゼントのそれなんか箱なってんねや。あとぬいぐるみ、ぬいぐるみ、キャー、クリスマスカラーだね。クリスマス系女子、クリスマス系女子。だいぶ期間限られるけどね。え、この人なんなん。え、はい、この人なんなん。どうしよう。今のところローラは家でテレビのボリュームちょっと上げてるから。そうやろな。こういう人らと、例えば藤井さん待ち合わせする、こういう格好でおる、どういう格好していっていいかもう分かれへんから。もうデートです。これはどうなの、これスーツ、ただのスーツ。あ、スーツ似合いますよね。あ、スーツ着とる、うん。